内視鏡下手術は従来以上に熟練した技能が求められる手術です。従来は自分の両目で見ながら手術操作できたのですが、内視鏡を使うと視点の位置が移動し、斜視鏡では視線方向も変換され、湾曲した特殊な道具を使いこなさなければなりません。これは心理学でハンドアイコーディネーションと呼ばれており、この習得には繰り返しの練習が必要です。新しい道具に慣れていないうちが危ないのは当然で、腹腔鏡下胆嚢摘出術の学習曲線の研究では、腹腔鏡手術を始めて最初の30例までに腹損傷の9割以上が起こると結論付けています。そこで我々は学習初期段階での支援が効果的であると考え、手術技能トレーニングシステムの研究開発を進めています。主な研究要素は下記の3点です。第1の研究要素は手術可能な精密人鼻腔モデルです。本モデルの形状は患者 CT 画像から3次元再構築した精密なものです。またご覧のように通常の手術器具で実際に手術を行うことができ、作開時の手応えも実物と近いように設計されています。本モデルと手術器具にセンサ類を取り付け、ベテランと初心者で手術技能がどのように異なるかを調べました。このグラフは右肢骨道にガーゼ挿入の際に患者モデルにかかった力の平均値です。緑で示した熟練医に比べ、黄色で示した経験の浅い医師は操作時間は大差ないものの倍近い大きさの力をかけていることがわかります。これ以外に操作の力の方向や内視鏡画像も不安定で、これらの物理指標が技能レベルを客観的に示す評価指標として有効であることが分かってきました。さらにビデオの記録から、手術器具の持ち方、挿入角度や深さに原因があることが分かってきました。これらを効率よく学習する環境として、我々は超鏡ハイパーミラー技術による遠隔手技トレーニングシステムを開発しています。原理は簡単で、指導者と学習者の映像を合成し、左右反転して鏡像を作って学習者の前に提示します。これがハイパーミラー、すなわち電子的な鏡として機能し、学習者は自分の操作が指導者とどう違うか、どうすればよいのかが大変わかりやすくなります。この例では、学習者の姿勢が傾いていることと両手の位置関係が上下逆になっていることがすぐわかります。このハイパーミラーを応用して開発した遠隔手技トレーニングシステムでは、指導者と学習者をインターネットで結び、同じ形の鼻腔モデルを手術して指導をします。指導者・学習者ともほぼ同じ機器構成で、上の段の2つのモニターは互いの内視鏡画像です。同じ形の患者モデルを手術するため、指導者と同じ視野が取れないときは内視鏡の位置や角度が違っていることになります。実際にどこが違うのかを知るために、下の段のハイパーミラーモニターを参照します。左下は正面から撮影したハイパーミラー画像で、立ち位置や姿勢、内視鏡の左右方向の角度を比べるためのものです。右下のハイパーミラー画像は右前方から手元の部分を撮影したもので、内視鏡の挿入深さ、上下方向の角度、 CCD カメラの回転などを比較することができます。さて、通常のマンツーマン指導では、指導者が内視鏡モニターを指さして、ここを感受してとか、内視鏡でこちらを見てと口頭で指示する場面がよく見られます。そこで本システムにもこの指示機能を実装しました。指導者の手元に置いた小さいカメラで指示具の先を撮影し、学習者の内視鏡画像に合成することで、遠隔でも相手の内視鏡画像を指し示すことができます。この遠隔トレーニングシステムは、指導者のライブ映像の代わりに
あらかじめ録画された指導者のビデオ教材を使った自習システムとしての機能も備えています。自習モードでは名医の技を記録した自習教材を使って何度でも練習することができます。